はい、待ちぼうけパート2、待ちぼうけパート2ね。そのうちのエレキングとギャンゴ、エレキングとギャンゴ、これね、こうやってまあ似てるからいいかなと思って、まあ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 、どう？こう、ちょっと塗りが甘い、塗りが甘いね。そうでしょう。なんとなく、まあ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 っていう感じだね。エンディングってもっとなんて言うんだろう、汚いっていうか、そうやって黒いところがいっぱいあった方がいいんじゃないかなと思うんだよね。ところはね、そのギャンゴ、このギャンゴは普通の HD でもそうだけど、これこの腹の色のカラー、これはね、綺麗だよね。はっきり言って綺麗だから、 HG のあのガタガタでもそれはすごくいい感じだった。今はこのガタガタ小さいけど、当時の2倍、200円から400円になっちゃった。だから欲しいの、欲しいって言うと、やっぱりこれが欲しいなと思うんだよね。これ、このギャンゴ、いいじゃないか。この色、かわいいよな、これな。これと、ナースと、ウルトラマンのダダがいたんだけど、もちろん、ダダは、もう、上も、うちもね、売ってやれば、もう、パーフェクトなんだけど、やっぱり俺はこのね、ギャンゴ。これはいいよ、これ。そうだろ？これ、この、ほら。このエレキング。まあまあ、いいんだけど、ちょっと、やっぱり違うな。ちょっと、もうちょっと欲しいよな。もっと欲しい。もうちょっと欲しいよな。でもそれは、塗ればいいんじゃんっていう、塗ればいいんだよ。塗ればいいんだけど、塗れないから、まあ、どうしようかなという話になっちゃったんだけど、これはこの、いい感じじゃん、これ。これだけ。これ、はっきり言って、これ、もう本当にね、いい感じ。もう、当たり。俺は当たりだと思うね、これ。ギャンゴ。かっこいいじゃん。いいよ。いい感じ。OK ね。またよろしくね。